そういった酪農が継続して行われる上でも今大きな課題になってますので、農家によっては例えばバーの折れてるとこどんどん入ってる場合は、そこは、基本的には2人の職員で回るぐらいの、はい、みんなが呼ぶの、だからそういう意味ではこういう発想になってくる、一番最初に入れるところのね、あの匂いと、あのこの間近でこうやって風を受けて感じる匂いが、まあ、まさにその工程の中で、そうですね、パックで納品してるかと思うんですね、はい、あの保守が、ありがとうございます。